大人よりも大きな等身大サイズのガンダムやザクの頭。弥勒の里では中四国初となるガンダムワールドコントラストが開催されています。名言が切り取られたパネルのほか、アニメに登場する戦艦ミレニアムが初めて立体化されるなど、ファンもうなるアイテムが並びます。会場限定のプラモデルやグッズも販売され、両手いっぱいに買い求める来場者の姿も見られました。楽しかった。もともと私が好きで息子に見せたらすごいハマってジオラマとかそのシーンごとに再現されててすごい良かったです、はい、親子で見れて幸せですこのイベントは今月27日まで福山市の弥勒の里で開かれています。